さあ参りますか。ドルマゲス進化形態ですね。うん、強そうだな。フリーザに変われそう、この感じ。ククール MP85 ベホマラーなんだ。3回か4回ぐらい打てるのか。4回か。貯めます。ゼシカ基本こっちですね。補助に入ってもらおうかな、今回は。メラミ強いんだけどな。まずは素早さですね。ククールは貯めます。回復に回すプラス余裕があればスクルト打ちます。通常攻撃どんな感じだったっけな、思い出せないな。スクルト必要かどうかちょっと確認しないと。いてつく波動あったはずなんで、あんまテンション貯めたくないんですよな。通常攻撃ありますね。69、まあまあですね。うわ、これ厄介だな。耐えろ。よしよしよし。クールショック、まあしょうがないですね。貯めます、貯めます。確か炎系あったはずなんだよね。ふわは本当はバイキルト打ちたいんだけどな。腰を抜かしている。貯めます、貯めます。はい、あー、これスクルトいるやつだな。これ多分物理だな。うわ強っ。うわ、それはやばい。うわさあ、今のは助かった。助かったな、今のは。あふね。貯めます。でも、テンション溜まってない状態ないんだよな。まあ、しょうがないですね。ここがバイキルト書きます。で、持ってベホマラで。これ、ただのベホマだったら多分耐えきれないんですよね。だから、ククルレベル30は、結構必須な感じしますね。安定して勝つには。30でベホマラなんでね。いいダメージだ。逆になっちゃったか。うわ、やらかした。これはもったいないな。通常攻撃、お、ナイス。ヒラリ、あ、やっぱフバッハ正解ですね。これだいぶ違いますね。フバッハで20くらい減してんのかな。これは助かりますね。貯めます。装填マザーいきます。バイキルト頼むよ。スクルト打ちてえな。ここ打っとくか。1段階そうそう、凍てつカード来そうだけども、いいよ。ピオリも打ってるから、まず間違いなく、ここは先に動けるから、貯めます。装填マザン絶対50の状態で入るんで、これはいいダメージ入るぞ。うりゃー、うわしゃー、これは強いぞ。凍てつく波動、いいタイミングで来る。いいね。通常攻撃。大丈夫です。貯めます、貯めます、ピオリム、貯めます。あの、矢が降り注いでくるやつが、やばいんでね。あれを、多分2回同じってことはないと思うんですけど、それの後さらに、おたけびでククールが潰れるとやばいんだな、これな。マヒアドはさほどでもないか。うわぁ、これはこれでえぐいな。まあ、耐えるね、大丈夫だね。死にかけるけども大丈夫。で、テンション溜まった状態のベホマラーで、ジェシカが満タンになってくれれば大丈夫なんでね。溜める、溜める。フバハ打っときます。呪文、ここ確実に選択しましょう。ベホマラー、いいね。いいね。っていうか、これ普通なんだけどね。ここで防御とかやるとね、とんでもないことになるんでね。いや、これは効いたな。ほぼ全回復。あー、みんなごめん。ごめん。今気づいた。こうしなきゃダメじゃん。ごめん、ごめん。今からでもするわ。すまん、すまん。溜めます。おたけび耐えて、なあ、しゃあ、しょうがない。あー、そうなったか。まあいいか。ヤンガスだけよく耐えた。溜めます。腰を抜かす、腰を抜かす、腰を抜かす。溜める、いいね。ヤンガス耐えろ、ヤンガスは耐えろ。なあ、凍てつく波動と同じじゃねえか、これじゃあ。貯めます、貯めます。これは痛い。フバハ入ってる、大丈夫。それでも主人公は40食らうのか、強いな。うほー、マヒャドからのレインホールでも、まあジェシカ30くらい残るのか。じゃあオールためじゃない、ジェシカはピオリもやる、ククルは貯める。この貯めるで多分また全回復できるから、全体攻撃来ていいよ。
お、通常攻撃2回。偏ったな。偏ったパターンは、ベホマでいいかな？溜めまーす。溜めまーす。溜めます、溜めます。フバハ打ちます。ベホーまで行きましょう。優しい光の衣に包まれてみたい。包まれてみたい。一度でいいから。どんな感じなんだろう。包まれてみたい。日向でお昼寝してる感じかな。そんな感じなんだろう。いやー主人公あーヤンガスな攻撃頭の二人がなー、そうなっちゃうとなー。ジェシカ5ククール20、腰を抜かしているマヒャド。通常攻撃が主人公にくれればいいかなー。ああ、まあそうなったか。じゃあこれはもうベホマラ撃つしかないですね。これはさすがに無理だな。せっかく20溜まったけど。溜める溜める溜める。ベホマラ。50まで溜める戦法をちょっと諦めた方がいいかもしれませんね。効率悪いですよね、これね。さっきから。どの時点で行くよ。20?20くらいで言っとく。ジェシカも20来たか。そうですね。ここぞって時には行った方がいいですね。フバハ入った。まあ、20までは貯めた方が良さそうな気するな。貯めて貯めて、ジェシカはここ攻めてみましょうか。メラミ。ククール貯める。いいダメージ入りますね。20で229。これありがたい。あ、この時点で主人公はバイキルトかけて、サミダレって、で、もう一、ヤンガスはもう一貯めてって感じにするか。はい、凍てつく波動ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ。じゃあ、貯めて貯めて、ピオリム貯めてかな。貯めて貯めて、ピオリム貯める。スコールじゃない、ククールが、あと2回ベホマラ撃てる？ヤンガス。ああ、主人公か。じゃあ、ベホマかな。あ、いや、主人公耐えれる。大丈夫。危ない。これは、ベホマラーに変更。貯めます、貯めます。ゼシカはフバハ撃ちます。ククルはベホマラ。さあ、溜まった。200近く回復するからなぁ。テンション5で。ありがたい。あ、に、あともう2回打てそうですね、ベホマラ。まだ多分600くらいしか食らわしてないんだよね。ほとんど俺攻撃食らわしてないからね、今ね。いいダメージだな。ここは攻めたいですね。サミダレ好き貯める、バイキルと、貯める。よし、いいね。ジェシカ先入ったね、バイキルと。これはうまい。サミダレ好き。いいっすね。300入りましたね。最初だけバイキルとの効果が入るんでね。なるほど。貯めます。蒼天魔山。バイキルと、ここはベホーまで主人公。テンションはそのままキープ。バイキルト、これマザン入りますよ。うわー、ソテマザン、ドーン。よし、いいぞ。1300、1400、1500、1506、お、うぅ、そんなでもなかった。貯めます、貯めます。ゼシカも貯めますか。そうですね、ククールは、ここは、あ、ベホマラ10か、あと3回打つ。じゃあそっちの方がいいかな。凍てつく波動がそろそろ来そうだから、ちょっとこの後は、攻めますか、みんなで。一旦遅くなきゃいいんだけどな。主人公20、K。マゲッサン71。ベギラゴンか。これはフバハ関係ないんだよな。
どれくらい行く ?80 くらい?あ、そんなもんか。オッケーオッケー。サミダレル。マザンル。メラミル。ハヤブサル。このターンで、700近く食らわせられる?よし!激アー!勝ったー!よかったー!ククールのベホマラー勝ちでしたね。これは、ベホマラーまで覚えさせて正解だったって感じかな。よかったー!勝てたー!ヤンガス22もヒットポイント上がんのか。すげーな。コメントでおっさん呼び見たいねっていうコメント来てましたね。いずれあげますね。いずれあげます。俺、どっちかって言うと爆裂拳とか見たいんだよなー。なんかヤングスは格闘に振りそうな気がする。冥王の釜、ビッグバン。ビッグバンそんな強くないな。打撃スキル。これ面白そうだな。これも見てみたい。ゼッシーか、賢さ上がるな。まあ、とりあえず、100までは行くね。あと、杖スキル上げないとダメかな。ザオ力必要ですもんね。お色気、ハッスルダンスも欲しいですね。まあ、とりあえず勝ててよかった。ネオは、まだ足りぬ。こんなところで、朽ち果てるわけには。私たちはついにドルマリスの野郎を倒したんでガシよ。思えば長い旅路だったでガシな。きっと今頃はおっさんと馬姫様も呪いが解けて喜んでることでしょうよ。さてと、俺はこれで修道院長の仇を討てたわけだし、晴れて自由の身ってことかな。ゼシカも嬉しいだろう。どうだ、兄の仇を討った感想は。お、なんだ、どうしたんだ、浮かない顔して。あいつを倒したところで兄さんは生き返らないのよ。所詮仇討ちなんて。おーい、やや、おっさんでゲスよ。ついに人間の姿に戻ったでゲスな。あれれ、おっさん、呪いが解けたはずじゃ。何を言ったんじゃお前は。冗談は顔だけにしといてくれんか。それをトルデさんが言うか。冗談じゃなくて、俺たちはドルマゲスを倒したんだ。奴が死ねばあんたや姫様の呪いも解けるって。奴を倒しただと。バカな。ならばなぜわしの呪いが解けん。なぜじゃ、なぜ呪いが解けん。元はといえば、やつめが我が城の秘宝の杖を盗み出し、それを振り回したせいで。おお、そうじゃった、杖じゃ。杖はどうなった。杖ってこれのことかな。おお、それじゃ、その杖じゃ。おっさん、そろそろここを出るでガスよ。そうじゃな。こんなところで考えておっても拉致が開かぬわ。ここはひとまずサザンビークへ戻るとしようかの。みんなよくやってくれたわい。が、今後のことを考えると頭が痛いの。まあ、
今日ぐらいはゆっくり休んでくれ。わしは姫のことが気になるゆえ、馬車で過ごすとするぞい。それじゃ、また明日な。眼鏡はドルマゲスじゃないんですよね。杖なんですよね。大変だかしよ、アリキ。ゼシカがいねえでげす。朝起きたらベッドはもぬけの殻で、荷物も見当たらねえんでげすよ。ドルマゲスを倒した後、杖拾ったじゃないですか、ゼシカが。あの間が気になるところですよね。あの一人佇んでたじゃないですか、杖を持ってね。そこがちょっと気になるところですね。はい、ということでですね、無事ドルマゲス撃破。次回どうなってくるのか、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。